ここまでに電話をかけてみたいと思います。ピロピロ出るかな。あー出ないかもしれないな。全然出るかもしれない。あ、オマル。あ、すいません、あの、もしもし。あ、もしもし。あの、まだちょっとあの、早すぎて帰ってないんですけど。あ、やだ。なんでそんな早く行っちゃうんですか。ね、遅っと今。そうだよ、だまだ時間がさ、絶対間に合うと思ったんだけど。いやまだ、ねの方が早かったよ。おめでとう。ありがとう、まるー。あー、よくできました。ちょっとね、100万人記念でねのいいとこ言って。どうしようかな。うー、てれてれ。なんか本当は今日は普通に家行こうと思ってたんだよね。うん、そう、来てくれようとしてた。なんかいつも私がなんか広報プロデューサーずらしても助かる。なんかなんでもなんか聞いてくれるところは本当にいいところだと思います。うわありがとう。助かるよ。いつもおまるに支えられてるか、おまるんっていうかもうご規制に支えられて生きてるから。まあうちらみんなそうだね。そうだよ。持ちつ持たれつだから。そうだね。素晴らしい。これからもご規制でいろんなことをしましょう。いろんなことしようね。うちらちょっとね、返信するの遅いけど頑張って返信早くしようね。あ、レスポンスの話ですか。うん、そうです。そうですね。頑張りましょうね。あの、怒られるからね。うん、そう、怒られないギリギリの話。水色の髪の人がちょっと、あ、怒るっていうかね、まあちょっとめってそれまだって言われるからね。まだ言われない程度の。あ、でもこれでね、楽しい報告もできるかもしれないから。いいですね、匂わせ。確かに。いいじゃん。まだなんか、今お祝い気分だからいろんな人に連絡したら。怖いよ、そんなのまり。怖すぎ、無理、怖いよ。ちょっと今のノリで行ってみたら。怖いよ、まあ、絶対いいだろ。大丈夫しょ。じゃあ、誰がいい、誰に連絡してもいいかさ。とりあえず、ししろは大丈夫でしょ。あ、ししろボタン。確かに、ししろボタンにじゃあ連絡して。とりあえず、ししろボタンに行ってきなよ。はい。はい。ありがとう。